皆さんこんにちは、原田武雄です。今回は一打流言ということでございまして、いつも通りでございますけれども、私ども株式会社原田武雄国際戦略情報研究所が考えております現状とこれからに向けての見通しということで、ザクッと皆様方に対して分かりやすくお話ができればなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。まず一番最初にですね、チャンネル登録よろしくお願いしますね。チャンネル登録。ですね、ここに来てまたぎゅーにぐーっと増えてますけど、ぜひね、チャンネル登録。で、今日はですね、何の話をしようかなと思ったんですけど、個別のね、株の話とか、なんか、経済の話とか、政治の話とか、安全保障の話とか、なんとか、まあ、いろいろですね、この間私もヨーロッパに行ってきて、いろいろとこう見聞きしてきてですね、でも、思ったことが一つあります。要するにそれはですね、間もなく動くっていうことなんですよ。間もなく動くんだけれども、この間もなく動くっていうのをですね、まず待てるかどうかなんですね。待てないとダメなんですよ。で、その待った後、なんだこれしょぼいじゃんっていうことじゃなくて、もう全部の構造が実はもう決まっているだけでも、そこにですね、二つ足りないものがあるんですよ。それ何かっていうのが、今日のですね、皆様方に対してお話をしたい点であります。ちょうどですね、このタイミングで、まずはジョージ・ソロスっていうね、世界的な投資家っていうか、まあ不思議な方ですけど、私もね、国際会議で何回か見かけたことありますけど、ジョージ・ソロス氏っていうのはですね、まあ写真で見ると、非常にね、なんか凛々しくこう立ってる像っていうのが大体、まあイメージっていうのが大体出てくるんですけども、実際の国際会議ではですね、車椅子で来られることが多いですね。なんでですね、まあ実像とちょっと違うっていうところは非常に印象深かった方なんですけども、ジョージ・ソロスが、いよいよですね、引退すると。これ、ジョージ・ソロスはね、なんであの人はああいうふうに選ばれたのかって、皆さん、いわゆる第六感っていうか、まあ、アダプティブ・アンコンシャスって言うんですけど、アダプティブ・アンコンシャス、いわゆるその適応性無意識の議論を研究されている方はご存知なんですよ。実は彼はですね、なんであの立場に選ばれたかっていうと、まあ、簡単に言うとバビッと来るんですね。バビッとどうやって来るかっていうと、寝てる最中にですね、背中が痛くてしょうがなくなるらしいんですよ。これは入れ替えた方がいいなっていうことで、翌日全部入れ替えるんですね。なんかそれがですね、まあ、受信機みたいな。亀の甲みたいな感じの方なんですよね。まあその方が、要するに今まで持ってたポジションを全部、自分のですね、後継者に譲るってことなんで、要するに一つの時代が終わるってことなんですね。で、それと同時にですね、まあこのタイミングで、今日ですね、私どもインシアデイリーレポートって毎日配信している有料のメールマガジンありますけど、有料のメールマガジンなんですよ。知ってました？インシアデイリーレポートってなんか案内しちゃおうかな、これ。こっちの方出しますけど、はい、アイマーク出しますけど、イーシアデイリーレポートで実は機関投資家たちも読んでるんですよ。我々なんかこの YouTube でも面白おかしく私が喋ってるのと、あと音声と、あとマンスリーレポートっていうね、雑誌というかもその論文誌しかないんじゃないかと思ってるかもしれませんけど、毎日実はイーシアデイリーレポート出してるんですよ、これね。はい。これ文字の方がいいなってことはぜひですね、イーシアデイリーレポートした方がいいと思うんですよ、こっちに出しておきますから。はい。で、このイーシアデイリーレポートもちょっと書いたんですけれども、あ、書いたかな書いたな多分。ですね。あれ、あ、書いたかな、書いてなかったかもしれません。すいません。ただ、今日出した調査分析レポートでちょっと言及してますが、いわゆるですね、ベルルスコーニがですね、イタリアの首相だった人ですけど、まあ、あの人不思議な人で、なんであんなテレビ買い占められたんだってありますけど、ね、亡くなっちゃったってことなんですね。で、まあ、これ、イタリアにとって非常に大きな、話ですね。まあ、要するにこうやってガスッとこう、はめしたものがパッと離れるわけですから。ということでですね、なんか、つらつら考えてみるとね、まあ、いろんな方が亡くなってるんですよ。この大体1年間ぐらい、まあ、半年ぐらいの間、バタ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 。で、これをね、皆さんどう考えてるかっていうことなんです。で、普通の方はね、まあね、お年頃だしね、とか、なんか天気だしね、夏だしね、とかいろいろ思うかもしれませんけども、コロナだからね、とかいろいろ、なんか、後遺症があるのかな、とかいろいろ思うかもしれませんけど、違うんですよ。このタイミングで何が起きてるかっていうと、前のミッションから今のミッションに変わってるんですよ。前のミッションって何かっていうと、簡単に言うと新自由主義、自己責任です。要するにですね、まあね、これからガンガンファイナンスやっていくんだ、デジタルだ、みたいな、グローバルだ、みたいな、もうできないのお前悪いんだよ、みたいな感じの。これはですね、まあね、いわゆるこれまでのミッションだったんですよ。ところがですね、これからのミッション。これミッションって何かっていうと、もう遠い高いところからですね、まあいわゆる国体勢力って我々呼んでますけど、国体勢力の方々が、まあこれから地球こんなんなきゃダメだよねっていう話をしてるやつなんですよ。で、このミッションは新しいものはバーゼルミッションといって、このバーゼルミッションは今までのミッションと全く違うんです。で、全く違う時にですね、全く違うことをやってる人たちが残ってると、お前邪魔なんだよって話なんですね。これ我々は昨年の7月に見たんですよ。7月の8日ですね。安倍総理がですね、なんでそんな亡くなり方をするのっていうことを見たんですね。で、これですね、未だになぜそうなのか、ね、山上さんって人は捕まってるけど、でも、
本当にそうなのかってさまざまなですね分析が出てるし、現地の奈良においてもですね、いろんな話が出てるわけですよ。で、まあ我々としてはですね、これが真実だということについては、まあもちろん最初から知ってるんですけど、まあそういうことについてですね、去年申し上げたところ、皆様方がわーって広がってですね、なんかその原田家を下米しちゃったってすごいんじゃないかみたいな、毎回なんかそんな情報を与えるんじゃなくて、皆様方自身に普通にそうやってですね、どうすればどういう生き方をしてれば普通に入ってくるのかっていうその流れをですね、作っていく、整えていくんだよっていうことをやってるのが我々の研究所なんですね。だからモンロー研究所とか知ってます？まあいろいろあるんですけども。ただね、私は一つ言ってるのは、2019年のですね、10月ぐらいからずっと言ってることなんですよ。あの当時言ってたことあります。もうそろそろ皆さんね、自分でやりたいことできなくなるから、今この瞬間、このね、年が変わるまでにやっといた方がいいよ。何が起きたか、2020年のね、1月以降。パンデミックになっちゃって皆さんですね、もう接近詰めになっちゃったわけですよ。要するに、まあ、アナグマ状態ですね。出れなくなっちゃったんです。でも海外も行けないみたいな。で、今更ね、また海外でこうバーンと広がってるんだけども、ただまあね、グローバリズムだとか言って、またすごい勢いかっていうとそうでもない。中国の旅行客が全然来ない。なんかインバウンドだってもそんなことない。どうすんだみたいな。海外のね、ヨーロッパ人とかアメリカ人来てるけど、まあ、たかが知れてるわけですよ。どうなっていっちゃうのか。っていうところなんですね。で、今ですね、要するに、これまでのやり方っていうのは全部変わって、新しいミッションに入れ替わるときなんですよ。ということはですね、まあ、実はこのね、新しいミッション。この新しいミッションについてはですね、私は、まあ、去年の夏ぐらいから、とうとうとね、まあ、お話をしてきました。ただ、まあ、話せることと話せないことあるんで、話せないことについて話してませんけども、このですね、いわゆるバーゼルミッションというのに入れ替わるときは、今までの皆様方がしがみついてきたものが基本的に長くなっちゃうんですよ。ということはですね、なんでまあ昨日もね、ちょっと私、会食しながらちょっと相手の方に申し上げたんですけど、まあ、やりたいことやってもいいですよ。やりたいことやってもいいですよ。これ本当にラストチャンスです。で、なんでかっていうとですね、いよいよこのバーゼルミッションの怒涛の展開っていうのが、我々のですね、まあ、プロメテウス1っていうのがあるんですけど、まあいわゆるですね、金融指標をね、平滑化して標準化してっていう、それでですね、まあ、ボラティリティ分析してるんですけど、これトレンドで見ると、来週なんですよ。で、そっからですね、バーッと続いてってっていう感じなんですよ。で、秋口まで続きます。まあ、具体的には何月何日って決まってるんですけど、ここの間で、マーケットにおけるその、いわゆるね、時系列でいうところの株価とかなんとかっていうのが、これね、ピターッとね、ここの間が一つのフェーズなんですよ。っていうことは、ここで変わりますよっていうことなんですね。変わった時に皆さん準備できてますかってことで、準備できてますかの一番大きいのところは、皆さんですね、やりたいことをやり残してると、そこでなんか自分のポジションを得た時にですね、なんだ、例えばお金が入ってくるとか、ね。あるいはなんか、そんな、私にそんなこと任されるんですかなった時に、自分のために使いたいと思っちゃうんですよ。そうすると、ブブーですね。アウトになると思います。もう、このですね、前のミッションになってた人以上に流されちゃうと思います。これね、難しいとこですね。じゃあ、今度のミッションって何なのかっていうところ、じゃあ、よくね、検索してもバーゼルミッション出てこない。それ出てきません。だってこれから本当だから。で、前のミッションの名前ですらですね、これ出てこないんですよ。なぜならば、それは教育を受ける人が本当にご機に教育を受けるからです。で、まあ、とにかくここから先ちょっと言えないんですけども、要は何かっていうとですね、別にこれ驚々しい話じゃなくて、我々自身が今起きてることについては全部、あ、自分たちのため、せいだったんだな。ってことは自分たちはどう動けば、こういうふうになるんだなっていう、そういう心持ちになっていくっていうね、なんかそのマドモアゼルさんみたいな感じですけど、要はですね、心持ちの話なんですよ。なんだよ、つまんねえな、これ株価の話すんじゃないかと思ったよ、みたいな思ってもはしませんけども、そんなことどうでもいいことなんです。で、我々は、今はね、かろうじて他の国比べればまだましだよ、みたいな感じで、岸田さんが頑張って政治やってます、みたいな。ね、立民の泉代表が頑張って選挙やろう、みたいな。だから言ってるんだけども、今度の総選挙になったらですね、もう跡形もなくなりますよ。いわゆる政体勢力と我々も。まあ、いろいろね、なんか、まあ、どうのこうのでありますよ。でもね、もう徹底的に、こんなことなのみたいな感じになって、そもそも政党政治、アメリカンデモクラシーっていうのがなくなりますね。これは。もうね、しっちゃかめっちゃかになると思います。そうすると、政治がね、なんかやってくれる、なんか偉い人は誰かやってくれると思う、誰かがね、なんかやってくれると皆さん思ってた。とか何もしてくれないとなったら、自分でやらなきゃいけない？なんとそれは自己責任って話だ。自己責任でも、新自由主義でもないんです。どうしてかっていうと、そうなった時にリーダーシップを取ることになっている方っていうのがぐっと出てきますから。大体分かった感じですね。8月の頭なんじゃないかと我々見てますけど。で、9月のね、これ秋口になった時にはもう完全に入れ替わってるんじゃないかなと思います。だから皆さんね、ぜひちょっと胸手を開いていただいて、最近なんかいろいろやってるの暇だなと。つまりですね、なんかやろうとするとなんかすぐうまくいっちゃう。ね。例えば、ランダムですけど、なんか物事ね、交渉しようって言ったらすぐうまくいっちゃう。
あるいはですね、まあなんだろうな、彼氏作ろう、彼女作ろうってすぐできちゃう。あるいはですね、なんかこう商売しようってすぐ儲かっちゃう。なんだろうか、だから皆さんもパワーアップしてるんですよ、そういう方は。で、そういう方はこれから先ですね、どうなるかっていうと、お役目が降ってきますから。で、お役目の具体的な振り方って何かというと、パワーは基本的にはマネーなので。じゃあマネーなんだって言ったらば、なんか仮想通貨っていうのがね、今イギリスが主体でやるんだみたいな感じになってるわけです。2024年の4月のね、ビットコインの半減期ってあるけれども、その辺からまた盛り上がる目に見えてる仮想通貨について、仕切るのはロンドンシティなのか、シティオブロンドンなのか、この辺もね、我々マンセルレポートで前から言ってるんだけども、そういうことなんですよ。だからね、今までなんとかもう泳がせてた。泳がせてた。ところがですね、ここで、いよいよ始まる。でね、皆さんに、申し上げておきたいのはですね、いよいよここからもうね、来週のしかるべき時点から約秋口までの期間がずーっと続きますから、で、これがこの間にミッションが入れ替わるとすれば、入れ替わると思ってます。入れ替わるってことは人が入れ替わるんですよ。だからもうですね、高いレベルでやってた人たちはベルルスコーニとかね、あるいはなんかジョージ・ソロスとか、まあ、引退するか、あるいは死ぬか、お隠れになるか、どっちかしかないんですよ、選択肢は。ということはちょっと待ってよと、うちの国はてん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 、丸、みたいな感じなんですね。だからもうこれはね、いよいよですよね。まあ実際ね、お隠れにならなくても、まあ物理的にお隠れになる必要があるんで、そうするとですね、まあね、旅行もその簡単に行けないじゃんって話で。まあなんでだから行かれたんだろうなってことだと思いますけどね。まあ、よろしくお願いしますと。ということで、インスティチューションのようにこの仕組みをですね、守っている人たちによろしくお願いしますというふうに言ってきて、まあいよいよスタートということなんだと思います。なんで皆さんですね、来週の叱るべき段階から、秋口まで。この間にですね、ミッションがうわって入れ替わりますから、その間はですね、日本の生態勢力なんてもうコッパみじんですよ。岸田さんって誰だっけみたいな感じになっちゃうと思いますね。だから、まあそうなった時に、すべてが自己責任で、新自由主義で、お前ら勝手にやれやっていう話でもないんだなっていうところをどれぐらいお分かりいただけるかってことなんですよ。つまりそうじゃなくて、じゃあどうやってやっていくのか。で、その時に我々としてですね、どういう境地で、どういうですね、マインドセットでいる必要があるのか。っていうところですね。これがバーゼルミッションの根幹なんです。で、一言で言うと、すべて起きてることは自分自身に起因してるんだな。なんだこれ、他責と自責のなんか道徳の時間かみたいな感じで思うかもしれませんけど、要するにですね、無から有が生まれる時のこの部分っていうのが、自分自身から発してるんだってことが分かれば、こうなってくんですよ。糸巻き巻きじゃありませんけど。これがね、結局、同じだっていうことに我々は認識をいつにするんです。その瞬間にようやくですね、今の環境汚染も含めて全部やめるんだと思います。だからここまでなるのは大変ですよ、これ。だからね、台風もね、なんか秋は台風みたいな感じで季語じゃありませんけど、もうさ、なんか台風がもう来ちゃって、みたいな。じゃあ秋に一体何が来るんだって感じでしょ。これはね、皆さん本当にね、今、ね、あの青空に雲がなんかもう楽しそうに泳いでますけども、これはですね、っていうことになっていくと。だからね、私が申し上げたいのは、このね、2023年サマーは、そういうことをここに頭の中に入れながら、ぜひ、まあ、ある意味ですね、やりたい放題やった方がいいですよ。来年の夏はこんな夏ではありませんので。日本バブルがね、崩れた時は製品の時代だみたいな感じで、みんな清く美しく貧しくみたいなこと言ってたけど、そんなレベルじゃないんです。そんなレベルじゃなくなっちゃうんで、今の間にやりたいことやっておいた方がいいです。まあなんだろうな、餃子の王将で大盛りを食べるとかわかりませんけど、なんかそう、ちょっとふっと思って、ランチ時なんでそう思っちゃったんですけど、なんかそういうね、なんか自分としたいっていうことは知っておいた方がいいです。で、そこにね、今までの倫理とか今までの道徳って実はなんだ全く意味なかったじゃんってことに気づくと思います。だけどもそれはイコールですね、そのまま自堕落で言っていいのかって、そうじゃなくて、ここから新しいものを作っていくってことなんですよ。だからですね、ちょっと私の周りなんか見てると今悩んでる方多いんですよね。悩んでるんですよ。なんでこうなの、普段だったら私こうなんじゃないの、こんなね、自分はなんでこんなすぐにスーッといっちゃうのか、なんで一つの方向にスーッと行っちゃうのか。そんなことなんで私はここに立ち止まらなきゃいけないのに。いや、違うんですよ。スーッと行かないと、もうスーッと行くことがなくなっちゃうんですよ。だから、今この瞬間は、やりたいほどで、やりたいほどやった方がいいと思いますね。まあ、もちろんね、人倫に戻る行為っていうか、リーガル&エティカルでお願いします。エティカルですね。要するに、まあ、合法的で、かつ、倫理にかなわっていることということをやっていただければと思うんですけど、とにかくね、いいですか、これは具体的に私も、ちょっとね、今2名ぐらい頭に浮かんでるんだけども、皆さん、ね、皆さんっていうか、いいですか、自分のやりたいことやらなきゃダメですよ、これ。いいですか、ね、この夏はやらないと、来年の夏は、夏来ないかもしれないから。あれっていう。ねえ、夏はね、好きだったね、スイカみたいな、なんかスイカ取れんのかな、夏みたいな。気候変動の結果ね。どうなっちゃうのっていうことなんで、ぜひ皆様方ね、これチャンネル登録もそうなんだけども、
さっきのね、あのマスレポート、はい、あマスレポート、マスレポートですね、仮想通貨もそうなんだけども、皆さん、はい、7月22日の講演会、集まってね、もう一回これ、アイマークで、今度はあの講演会出しますけど、画面の、画面の右上にアイマーク出てると思うんですけど、はい、ぜひです、7月22日に、もう今ね、累計でもう、どれくらいだろう。累計で多分ですね、今500名弱ぐらい集まってますけど、まだまだ席はありますので、ぜひね、東京の東銀座で講演会を行います。で特にですね、第2部は、もうオールカムトゥギャザー。もう会員の方々もそうじゃない方も、みんな来てください。ね。で、それで新商品発表みたいなするんで。で、その新商品っていうのも、別にですね、なんかもう、全く皆さん関心ないやつじゃなくて、なるほどっていうんです。例えば今みたいにですね、もうね、昨日と今日同じ、今日と明日同じみたいな思ってるかもしれないけども、実は時間には区切りがあるんですよ。この区切りをどうやって出すのかっていうね、ユダヤのカバラじゃありませんけど、なんかそんなような世界ですね。うん。これをやるのが我々の新しいアルゴリズムなんですよ。しかも複数出てきちゃう。みたいな感じなんですけど、まあぜひね、まあ、我々の新商品でも出しますんで、空間、この空間時間の間にこう刻みをつけていくってすごいじゃないですか。塩目をつけちゃう。みたいなね。っていうことなんですけど、まあ、それを中心としたですね、パッケージの商品セットをご説明したいと思いますが、ぜひですね、7月22日は3部構成なんで、3部目はですね、私が予測分析シナリオを説明しますんで、これはね、どんな話が出てくるんだ、どんな話が出てくるんだって、ぜひ皆さん楽しみにしててください。ぜひね、アイマークの方から。で、最後ですね、この動画の最後のですね、最終画面の右、左下ですね、左下にロゴマークが出てきます。そちらをクリックしていただくと、私どもの会員制サービス、新たな競技マインシャフトの、詳細と申し込みができるようになってますんで、今入んなきゃダメだよ。はい。ぜひですね、こちらの、はい、ロゴマーク出てると思いますけども、よろしくお願いいたします。ということで、また。